豊平区の札幌羊ヶ丘展望台では、明日から雪像作りを体験できるイベントが行われます。この催しは札幌観光協会が外国人観光客に雪像を見るだけではなく、作る体験もしてほしいと企画しました。今日は一足早くおよそ2メートルのフクロウの雪像作りに挑んでいました。普段あまり雪見たことないので、めちゃくちゃ楽しかったです。こういう大きい雪像がこう自分の手でこうみんなで協力し合ってこう作れるのはものすごく良かったなと思いました。このイベントは11日まで行われます。